先生よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はもうメールをいただきまして、はい、それで来させていただいております。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。早速なんですけど、具体的にお悩みをお伺いしてもよろしいでしょうか。中学生の頃を境に、うん、気配を感じるようになって、うん、で部屋を変えてもついてくるような感じがしたので、うん、はい、どうして来てるんだろうって思ってたら、うん、物音とかが聞こえるようになったり、うん、あとは耳元で声が聞こえることが増えたので。へ、どんな声聞こえるんですか。女の人がなんかなんていうの、小さい声でゴリョゴリョゴリョって言って、なんとかだよねみたいな声が聞こえます、うん、ちゃんとはっきりは喋ってないです、はい、でもなんかそう怒ってるとか脅かされるとかそういうことじゃないってこと。怒ってはないです。なんか友達みたいになんとかだよねってなんとかだよねって言ってくる。普通に喋ってます、うん、それこのお家ですよね。はい、この家です、うん、ご両親に相談したらなんて言われた。緊張、気にしすぎだみたいな、うん、最初はそんな感じでした、うんうん、それが全然収まらなかった。収まらないです。今もですか。この間はい、聞こえました、先生どうですか、入られて。うん、特に一般的なお家かなと思ってます、うん、悪い例はいる感じではない。はい、うん、妹さんがいるって、はい、妹さんも同じようなこと。妹は夢の中で怖い顔、お面の顔が映ったっと来たりとか、知らない男の人がわっと来たりとか、うん、あと夢の中で男の子の腕がお風呂場にいるよっていうのが夢の中でっていうのがあったので。この家いつ頃からお住まいなんですか。22年前です。夢の中で男の子が、男の子の霊がお風呂にいるよって、どっちか、男の子がそれを伝えてくれたんですか、うん、みたいなことをどっちかだったと思うんですけど、うん、お風呂は怖い。お風呂怖いです。まず洗面所入ったところと、うん、鏡側が怖くて、いつもドア開きっぱなしなんですけど、なんか、うん、鏡を上げると見上げると結構怖いです。頭洗ってて、ちょっと怖い。浴槽には入るの？浴槽は入るんですけど、うん、入るときは絶対鏡側見ないようにしてます。なんか映りそうな気がする。気がする。だけなんですけど。寝てる時に声かけられたって、はい、さっき言ったもう10年ぐらい前から。10年ぐらい前からで、下の階に部屋を移ってきたからの方が声かけられることが多くて、何回かその例えば寝てる時とか、部屋で YouTube を見ててとか、何かをしてる時にここら辺から声かけられることが多くて、で振り返ってもまあもちろん何も見えないんですけど、この間は1階のお手洗いに行って、で手洗って、で振り返った時にその電気つけてたんですけど、なんていうの、ちょっとそこが歪むっていうか、その気配をいつもは暗いところでしか感じないのを感じて、こういう女の子、女の人です。女の人、はい、いつも同じ人です。何歳ぐらいかなとか。何歳ぐらいかわからないんですけど、女性の声、手丈も同じぐらい。ほら、あとこの前ピアノを弾いてたらあれだった。あ、そうです、ピアノを最近弾き始めたんですけど、そしたら右からその女の人の声が聞こえたんで叫びました、家で。なんか足になんか、左足首がずっと痛くて、うん、でも別にその触ってどこか痛いとか筋肉痛とかじゃなくて、なんかずっと痛いんですけど、でも別に痛いのは握られてるような感じ。握られてる感覚はあまりよくわかんないんですけど、でもなんか左足首だけ、ここら辺で全部こうなのかな、ここ外側で、でも押しても別にどこか怪我した感じでもないんですけど、この辺、この辺、あ、そうです、ここら辺です。声をかけられるのは右側からで、痛いのは左の足、はい、ずっと右なんですか、声かけられるの。
あ、でも寝てる時に、うん、あ、そうなんだ、右ですね、全部、うん、家見てみます。そうですね、まずお部屋が何回か変わったっておっしゃってましたよね、はい、順番どうしましょうか。今の部屋から見て最初の部屋を見ますか。最初の部屋から見ましょうか。はい、最初の部屋ちょっと案内していただけますか、はい、すいません。失礼します。最初の部屋、これでどうやって寝られてたんですか。最初はここは、あ、このベッドですね。はい、ここのベッドでこっちを頭にして寝てたんですけど、はい、なんでテーブルあってあるんですか。隣の隣のお家って子供さんっています。隣の隣、家があって隣の隣、右の三人兄弟だ。三人兄弟じゃない、だと女の子。何歳ぐらいですか。上の長さんは20代後半ぐらいじゃないかしら。家にいらっしゃるんです。いや、もう就職で九州の方に行かれたっていうのをずいぶん前にお伺いしてて、2番目の長さんは娘の一つ下で、多分まだいらっしゃると思うんですけど、ほとんどお見かけしないので、いらっ今いらっしゃるかどうか。面識はあります。お姉さん多分どっちがどっちかわからないんですけど、でもその子の家から出てくるお姉さんには何回か挨拶はしてました。普通の人。多分普通の人です。体調悪い人とかいないですよね。わかんないですよね、その辺は。で、ここで寝てて、この辺からこういう、こっちか、どっちですか、声かけられた。声かけられたの、こっち向きで寝てた時に、後ろから声かけられたので、うん。で、後ろ向きっていうのはドアの方から。こっち向き、そうですね、ドアの方から。声をかけられて、びっくりするじゃないですか。はい、で、その後って眠れました。寝れなくて、うん、親のところに行ったり。うん、して、一人にはならないようにしてます、うん。電気つけて寝てもダメ。あ、電気つけてても寝れないです。では、他の部屋もいいですか。はい。その、一番最初に気配を感じた私が、思ったんですけど、今、特にわかんなくて。うん、この部屋に、はい、あ、お願いします。こっちからペットは、主人の仕事の部屋です。失礼します。今は、はい、娘と母もここで一緒に寝ています、うん、一人でいるのがということで2階に上がって、私は、はい、隣の部屋で私と、あと下の娘とも、なるほど、みんな一緒に、ちょっと下がっていうことで、あ、1階が怖い、はい、ちょっと待って、ちょっと下の娘が休んでいるところです。はい、なんでこれ丸の、あ、これ何年か、あの2016年かな、台風だっけ？台風、なんかすごい台風が来るっていうので、うん、それでずっと養生テープ貼ってそのままだったんですよね。また今度いつか来るかもしれない。公園なんですね。公園だったので、はい、風がかなり当たりがすごくて。はい、ああ、なるほど。あ、そうですね。前が広い公園なら風がここに当たっちゃうってことですね。さっき1階が怖いとおっしゃってましたけど、皆さんご家族全員1階怖いんですか？いや、本当に。僕らの母と兄が結構霊感体質っていうかあったので、多分ちょっとそういう話聞いた時も、ああもしかしてそういうちょっと地位受け継いじゃったかなと思ってはいたんですけど、
お母さんなんか声もしたことあるんですか、一回で。お風呂に入っている時にトントントンで、で、まあ、来たら誰もいなかったのと、うん、別の日に声が聞こえたのと、あと最近は娘も言ってたんですけど、夜中に下で音が、どんなことですか。突然立てたものが倒れてて、なんか突っ張り棒が何かが取れたのかなと思って朝見たら壁にかけてたものが倒れてて、あとはまた別日の時はやっぱりなんかこういるような感じの、うん、気配がする。はい、この部屋もいいです。一番の向かいが下の妹の部屋です。はい、失礼します。電気つきますね。あ、ありがとうございます。松本さん来ました。まだついてないですね。たくみっていう人知ってます？身内わかんないです。たくみ心当たりあります？わかんない。は一回もいいです。はい、はい、じゃあもういいです。ここで弾いてたら、こっちから声が聞こえたので振り返ったんですけど、怖くてこのまま、あざあざに来てないって言ってました。妹さん、入ったの待ちましょうか。ここで何があったんでしたっけ。お風呂で何かありました。いや、ただ怖いっていうだけで。どこが具体的に怖いんですか。入ってきた時の、はい、ここの鏡がなんか、ここの鏡と、はい、あとここら辺が怖くて、いつもちょっと、シャワーのあたりですね、はい、雪の穴のない、気にしないでください、うん。お母さんはこれノックされたんですよね、お風呂でね。あ、そうです。ちょ、ゆきさんって知ってます？ゆき、知らないです。知らない。うん、知らないですもんね。なんとなくは想像は。なんとか分かりました。なんとなくは。さっきの2人の名前関係あった。なんで知らないかは分かんないです。向こうはなんで一方的に知ってるのか。あ、さっきの二人の名前は本当にご家族のことを知ってる。はい。知らないか。ちなみに一気の次第ですか。一気だかな。塾で一緒になったとか。名字しか呼び合ってなかったので下の名前がちょっとわからない。塾はどういう塾行ってました？塾は集団の塾行ってたんですけど、集団の普通の教室みたいに行ってたんですけど、うん、私が不登校になってから、うん、もう行かなくなってしまって、うん、家庭教師を親がつけてくれたので途中からもう全然行ってないので、うん、覚えてないです。ちょっと接点ないですもんね。はい、どうして不登校になったか聞いてもいいですか。もともと小中高女子、うん、小中高女子校の
一貫の女子校、あ、ごめんなさい、もう日本語おかしい、小中高一貫の女子校に小学校から中学にエスカレーターで上がってたんですけど、うん、あの女子校なのでどこにでもある世界なんですけど、うん、私が声が低いから、うん、あと友達とグループになるのが好きじゃなくて面倒くさかったので、うん、まあ、自分も浮いた行動してたんですけど、うん、まあいじられキャラって言葉が流行った時に、うんうん、私が声が低いから男、うんうんうん、言われて教室に入れてもらえなくて気がある時とか、うん、先生には言った？言いました。最初はベテランの女性の先生に言ったら、うん、なんか私物つけられたりとか落書きされるのも自己管理ができてないからだって言われて、うん、で先生に見せたのも多分気づいたのか分かんないんですけど、うん、次先生に殺すって書かれてて、うん、それを仲いい友人がに見せたら英語の教材だったので私が英語の質問しに行く代わりに先生に見せとくよって言って、うん、友達が英語の先生に見せてくれたんですけど、担任の先生が一人じゃなくて複数人いたので、うん、その英語の先生が一番若い男の先生だったんですよ、うん、すごく親身になって聞いてくださって、うん、いろいろその教科書を 教室に置かないで先生のところに毎回預けに行くっていうのをやってたんですけど、しんどくて、あの1年生は皆勤賞取れたんですけど、2年生は2年生は1学期で転校しました。ひどいよね、いじられキャラなんて暴力だからね、うん、学校帰られてよかったね。うん、いい選択で。何先生？先生です。うん。あ、それを言ってたから。おばあちゃんか。竹先生。竹先生では。竹先生。竹先生。ちなみに学校の名簿。だったりする、捨てちゃったかもしれないですけど、わかんない。あ、いつも動画を見ていただき本当にありがとうございます。告知になります。共鳴塾インタク風水コース、9月24日開講となります。インタク風水とはお墓の向きや霊園の入り口の向きから家の地位や家庭環境、財運、寿命、才能など先祖代々にまつわる歴史を紐解き、今後の子孫繁栄や一家繁栄、また仕事、勉強など必要な要素を生み出せる手法となります。私、橋本共鳴自身も自ら実践している戦術となります。仮想風水コースとなります。仮想風水とは築年数建物に入る正確な方角、玄関に入る正確な方角から計算していきます。この部屋は仕事運に良い、この部屋は健康運に良い、さらに良くするにはこうするとなど鑑定が可能となります。仕事、勉強、家庭、恋愛、健康、金運などの向上も狙えます。間取りが悪い場合でもその対処方法も学べます。かなり貴重なコースとなります。本講座は鑑定士として活躍したい方もおすすめとなります。どちらのコースも橋本共鳴との食事会がついている特典となります。この機会にオンラインと食事会でお会いしましょう。よろしくお願いします。